夫婦で民泊を営む仲良し夫婦だった一致と夫。しかし、ある一人の宿泊客が現れたことで一致の人生は狂ってしまった。真面目で仕事熱心な夫の心を一瞬で奪っていった金髪美女。あろうことか、夫はその女性と駆け落ちしてしまったのだ。その後夫が事件に巻き込まれたという警察からの電話が。だが、だってそいつ。一致の一言で夫は異国の地で生死をさまようことに。離婚済みだけど元夫が金髪美女と海外に駆け落ちした話。スケールでっか。当時、私と夫は40代前半の夫婦。夫との間には高校生の娘が一人いた。結婚後、祖父母が残した古民家を改装し夫婦で民宿を始めた。夫とは旅行先で出会った。お互い、旅行が趣味だったから、旅に関する仕事、特に民宿経営は結婚前からの共通の夢でもあった。築年数のかなり経った古民家だからこその、建築美や伝統を残しつつ、水回りや空調などの設備は新しくし、昭和レトロな雰囲気の中で、旅人たちの疲れを癒せる空間作りにこだわった。間取りは小さな客室が3つだけ。キッチンやシャワー室、軽食が取れるスペースは共同利用だ。主に海外旅行客や留学生たちに寝床を提供している。駅地下で立地に恵まれていること、伝統的な日本家屋が外国人に受けて、ありがたいことにオープン当初からずっと高い稼働率をキープできている。夫は真面目でよく働き、それでいて子煩悩。酒タバコギャンブルは一切せず、いい父であり、いい夫だった。私は主に海外旅行を趣味としており、独身時代の大型連休のほとんどを海外で過ごしていた。一方、夫は国内旅行を専門としており日本全国各地を旅して回っていた。英語が得意な私に対して、夫は英語が苦手。二人で民宿を始めた当初は、外国人の客が来るたびにびくついていた夫だったが、熱心に英語の勉強に取り組み、みるみる英語力を高めていった。夫婦二人で経営していたため、まだ娘が幼く手がかかった時は、私の分の仕事までせっせとこなし、育児にも積極的に参加してくれた夫。旅行好きが高じて始めた仕事だったが、この仕事を始めて、自分たちが旅行に行けなくなったことは少し残念ではあったが、民宿を始めた当初はそこまで考えが及ばなかった。ある程度年を取って落ち着いたら旅行にたくさん行けるように、今こそ頑張り時だ、と趣味を封印し夫婦で支え合いながら暮らしていた。いいなぁ、なんか憧れる。とんでもない落ち着きでもか？あ、そうだった。やっぱ遠慮する。優等生ほど反動がすごいっていう典型か。続けてくれ。夫は英語力を順調に身につけていき、自分の言いたいことが相手に伝わったり、相手の言いたいことをすぐに聞き取れるようになってきたことで自信がついたのか、外国人宿泊客と英語で積極的にコミュニケーションを取るようになっていった。また、うちの宿には様々な国からお客様が来る。客の母国の言葉で挨拶をすると、相手が一瞬で笑顔になるという魔法を見つけた夫は、メモ用紙にカタカナで、ボンジュール、ザオシャンハオ、サワッティ、グーテンモルゲン、マシッソヨなどといった様々な国の挨拶の言葉を書き記し、受付に貼って、夫なりのおもてなしで宿泊客を笑顔にしていた。ハロー、マシッソヨ。なんかかわいい。民宿を始めて国や人種、言語を超えた交流の楽しさを知った夫。新しいことに果敢に挑戦していく姿は見ていて気持ちがいいものだ。が、あまりに自信に満ち溢れすぎた夫は身振り手振り、表情まで外国人っぽくなり、私はその言動が少し鼻につくようになってきた。本人にその意識があるかないかは別として、日本人には少し大げさに感じるジェスチャー。肩や両手を上げたり下げたり、瞬きがやたら長い感じ、口角を上下させたり突き出したりすぼめたりと忙しい表情変化。それだけではない、しばらく夫の様子を観察していて見えてきたのは、女性客に対してめったやたらボディータッチを繰り返しているということだった。こいつ、わざとやってる？と胸がざわざわし始めていた。ただのヤバいやつでくさ。おまわりさんこいつです。過剰な自信は身を滅ぼすっていうからな。ある日、うちの宿に金髪美女が現れた。それはそれは、絵画から飛び出してきたようなまさに絵に描いたような美しい女性だった。スラッとした長い足、サラサラなブロンドヘアの隙間から覗く谷間。美女の名前はベレニーチェ。25歳のイタリア人だった。ベレニーチェは私たちの宿を拠点に、約3週間の日程で日本の観光に来ていた。昔、ベレニーチェの両親が旅行で日本を訪れた際に感銘を受け、その話を聞いていつか自分も日本の文化に直接触れてみたいと一人旅を決行したそうだ。ブオンジョルノ。わーお、
早速夫がイタリア語で挨拶をすると、ベレニーチェは胸に手を当て感動。ほら見ろと言わんばかりの得意げな顔で夫は前のめりにチェックインって続きや、宿の説明を行った。チラ、チラ、と胸元を見る夫の目線に気づく様子もない。ベレニーチェは、夫の説明に熱心に耳を傾けていた。ベレニーチェ逃げてー。旦那イタリア行っちゃうの？嘘でしょ？年頃の娘がおるの忘れたらあかんで。地獄だな。一人旅のベレニーチェ。彼女が共有スペースに出てくるたびに、夫が彼女に近寄っていき、あれこれ世話を焼いていた。ベレニーチェも夫に心を許したのか、夫の変なジョークに満面の笑顔を見せたり、イタリアの文化を教えたりしていた。ある日私が買い出しから戻ると、夫とベレニーチェがベンチに並んで腰掛け、何やら楽しそうにイタリア語でキャッキャ言い合っていた。何がそんなに楽しいの？ん？秘密。黙り込む私に、わーやきもち焼いてるーみたいな仕草を向けてくる二人。買ってきたばかりの長ネギで引っ叩いてやろうと思ったけど我慢。その後もしばらくベレニーチェのイタリア語講座は続き、夫は仕事を放棄してベレニーチェと私の知らない言語でイチャイチャしていた。夫がベレニーチェを特別扱いしているのは一目瞭然だった。わざわざ自家用車を出して彼女を観光案内に連れて行く始末。その頃になると、長ネギではなく大根で二人の頭をかき割りたくなっていた。なんでかき割らないのさ、完全にバカにされてんじゃん。海外逃避行へのカウントダウンが。長期滞在者で部屋が埋まっていたため、仕事が忙しくないのをいいことに、夫は暇さえあればベレニーチェの専属ガイドに精を出していた。さすがに黙ってられなくて、彼女はただの宿泊客だよ。親切心も度が過ぎるとダメだってば、ガイドじゃないんだからさ、もう少し宿の仕事手伝ってよ。というと、夫は見たことないカマキリみたいなサングラスをかけながら、ベレニーチェにはもっと日本を好きになってもらいたいんだよ。日本のおもてなし精神を教えたいんだ。せっかくなら、母国にいい思い出を持って帰ってもらいたいじゃん。と、まるで日本代表みたいな口ぶりで外で待つベレニーチェの元へ行くと、二人は車で颯爽と走り去っていった。私は知らないうちに、ベレニーチェがチェックアウトする日までの日数を、カウントダウンするようになっていった。どうせ帰国したら会えないんだから、と、夫の尺に触る行動も目をつむっていたのだけれど、ベレニーチェの帰国を二日後に控えたある日、事件は起こってしまった。お父さんが金髪の外人さんの腰に手回して歩いてたんだけど、娘のこの一言で、全てが壊れた。カマキリサングラスかけたチンチクリンな海外かぶれの日本人が、スタイル抜群金髪美女の腰に手を回して歩いている姿を想像するとクソ笑える。ちな旦那身長何センチ？夫の名誉のためにも黙っていたが、162センチだ。ベレニーチェは170くらいかと。共感性周期心発令中。日本代表今すぐやめろー。身長差も身長差だけど、年齢差の方がひどいからね。うわぁ、心中察するわ。なんで一気もっと強く注意しないんだろうって思ってたけど、まさかこれが浮気に発展するとは思わないわな。そうなの、頭頂部薄くなってきてるしベレニーチェにはそれが丸見えなんだから。夫は恋煩いしててもベレニーチェにとってはただの薄らはげなおっさんでしかないと、哀れな目で見てたの。どっちかというと浮気よりも訴えられたりしないかなって、そっちの心配をしてたんだけどね。でも、娘のこの目撃情報で、夫の一方的な気持ちだけでは成り立たない関係になってたってことが分かった。その日の夜、寝静まった夫のスマホチェックを決行した。そこにはベレニーチェと毎晩愛を囁き合うメッセージのやり取りや、ベレニーチェの方から、夜、家を抜け出して私の部屋に来て、と夫を誘うメッセージが、写真フォルダには観光地で顔を寄せ合い撮っているツーショット写真。ベレニーチェが、うちの宿ではなく別のホテルと思われるベッドの上で、セクシーポーズを撮っている、ら写真が大量に出てきて絶句。慌てて宿内の共有スペースに設置している防犯カメラの録画映像を漁ると、堂々とキスしている二人の姿が映っていた。私もいる空間で、私の目を盗んで二人がキスしている映像を見た瞬間、私は狂ったように夫を叩き起こした。あんたやっぱり浮気してんじゃない？ん？なんだよ急に。ベレニーチェと浮気してんじゃないかって聞いてんのよ。何回言ったらわかるんだよ。ただのガイドだ。客とキスするガイドがどこにいんのよ。全部見たんだからね。勝手に見たの？なんでそんなことすんの？あんたが娘に浮気現場を見られるからでしょ。頭おかしいんじゃないの？娘、ショックで泣いてたよ。ドアが閉まった娘の部屋に目を向けたまま黙り込む夫。そして、布団をめくって座り直すと。本気なんだ。こんなに燃えるような恋は生まれて初めてだった。お前と結婚して、小さな宿を営んで、娘にも恵まれて、
そんな、平穏な人生が一番の幸せだと思っていたけど、ベレニーチェは俺の冒険心を呼び起こしてくれたんだ。俺は彼女を愛してしまったんだよ。は？一度きりの人生、俺の人生だ、もう好きにさせてくれ。彼女が帰るとき、俺も一緒についていく。俺は事故で死んだと思ってくれ。夫は引き出しから自分の預金通帳と印鑑を取り出し、私に渡した。全部渡す、好きに使ってくれ。これくらいしかできなくてごめん。え？年頃の娘より女ですか？ついていくってどこに？この宿はどうするんですか？私一人で管理しろってことですか？せめて離婚の手続き。え？突発的な夫の行動に私は金縛りにあったように体が固まった。そして翌朝、夫はベレニーチェを連れ出て行った。今まで真面目に生きてきた反動？大胆すぎてビビるんだが。夫が出て行くときあなたや娘はどういう反応したの？娘は最後まで泣きながら夫を引き止めてた。私はずっと金縛りに合ってる感覚で言葉も出てこない。かろうじて出てきた言葉が、もう少し考えてみたら？だったけど、ごめん。って返されたことしか覚えてない。これはきつい。娘ちゃん。泣いてるまな娘より女か、こや頭クラッシュするわ。一気に全財産を渡し、泣いている娘に目もくれず、夫は燃えたぎる恋の炎に心を支配され一夜にして家族を捨てた。いろいろとすっ飛ばした大胆な行動に出た夫は本当に海を渡ってベレニーチェの母国、イタリアへと渡ってしまったのだろうか？一日前倒しで宿を出て行ったベレニーチェの部屋に向かうともぬけの殻で、ゴミ箱からは使用済みゴムが出てきて泣いた。でもこの時はまだ、夫も目が覚めて戻ってくるだろうと思ってたんだ。戻ってきた夫を許す許さないかまでは思考が及ばなかったけど、あまりに現実的ではない夫の行動に勝手に心がそう思うとしたのかな。部屋の清掃、共有スペースの整理整頓、備品補充などを終え、バックヤードで泣いてたら、娘がやってきて私の代わりに受付仕事をしてくれたから本当に助かった。この日はベレニーチェの本来の帰国日の前日だったから、二人はまだ国内にいるはずだけど、私も娘も涙が枯れるほど泣いた後は、夫を探しに行くのもバカバカしくなり、もうこの時は勝手にしろって感じだった。一瞬、翌朝空港で待ち伏せしようかなとかも考えたけど、バカどもにそんな労力使う暇あったら仕事と娘のことに専念しなきゃと、気持ちを切り替えてからは、夫のことは放置しておいた。金は一気に全て渡してるんでしょ？戻ってくると考える方が普通かもね。悲しい通り越して呆れるよねこれは。夫とはその後も音信不通だった。ベレニーチェの帰国日を過ぎても音沙汰なしってことは、本当に彼女とイタリアに渡ったのだろう。言い訳かもしれないけど、仕事に追われて正直夫どころじゃなかった。それがかえってよかったのかも。暇を持て余してたら、余計なことを考えてしまうから、夫がベレニーチェと駆け落ちして3日が経ったある日の深夜2時頃、寝ていた私は一本の電話によって起こされた。画面には変な番号が表示されていたから出ずに無視した。しかし、何度も何度も同じ番号から電話がかかってくる。気になったので体を起こしてスマホとにらめっこ。国際電話だ。こんなことが起きなければ無視するけど、今海外から電話がかかってきても、不思議ではない状況ではある。でも、最近流行ってる国際詐欺かもしれない。長い葛藤の末、とりあえず無言で応答してみることにした。プロント、カーザホニャララー。変な言葉が聞こえてきてとっさに切った。あれ？でもこの言語、なんか聞いたことあるぞ。また同じ番号から電話がかかってきた。もしかして、私はもう一度応答した。エウルジェンテホニャララー。Can you speak English? Yes, yes, 以下、英語。俺は、ボリスさん、です。お前の、旦那、ボコボコされたよー。Do you understand? どう？突然の片言に不意をつかれた。イタリアの警察官を名乗る電話の相手は英語で状況を説明し始めた。ついさっき、若いイタリア人の女とボロボロの日本人が助けてくれと、交番に駆け込んできた。日本人の男はその女と一緒にいたところ、突然襲ってきたイタリア人の男に殴られて所持品をすべて湖みたいなところに、投げ捨てられた、と泣いているらしい。日本人の男の名前は夫と同姓同名で、背中にはマジックで俺の女を寝取ったゴミ、ファッキューみたいなことが、イタリア語で書かれている、とのこと。なんとなく状況がわかったため、英語で、私、旦那、いない、そいつ、知らない、どうなってもいい、さようなら、と言って通話を終わらせようとした。ベレニーチェ、男撃ったんや。全財産と家族を捨て異国に駆け落ちした男の末路をご覧ください。一致の吹っ切れ方もすごい。ノーノーノー、ちょっと待って。おじさんの声から、突然若い女の声に変わった。
ベレニーチェだ。お前の、旦那、気持ち悪いよ。私の、婚約者が、ボコボコにした。婚約者は、逃げた。私、この男、遊び、日本に、持って帰ってよ。と、英語で必死に訴えかけてきた。はぁ？お前が持って帰ったんだろう。で、電話貸せ。一致か？俺だよ俺、大変なんだよ助けてくれ。俺、ベレニーチェに騙されてたんだ。この女、母国に婚約者がいるくせに。俺をたぶらかしたんだ。二股かけやがった挙句、こいつの婚約者にいきなり殴られて、荷物全部捨てられたんだ。パスポートも財布も服も全部失った。お願いだよイッチ、助けてくれー。あまりにもカスだ。日本帰ってくんな。荷物じゃなくてこいつが湖に沈められてたらよかったのに。助けるってどうしたらいいの？自分で出て行ったんでしょ？なんで駆け落ちした人間を助けなきゃいけないの？自分でも笑っちゃうほど冷静に怒声論をぶちかます。深夜2時。家族だろう。このポリス、全然犯人探そうとしないし、すげえ冷ややかな目で俺を見てるんだ。ここじゃなくて大使館行けとか言うし、ベレニーチェも急に別人みたいになって知り合いもいない地でどうしたらいいんだよ。イタリアに行く飛行機の中で頭のネジ3本くらい落としてきたのかな。いや、一致の予感にすでに5本くらい落ちてると思うけど。でも私は何もしてあげられないよ。家族に助け求めたらいいじゃん。だから今こうして一致に助けてって言ってるんだろう。え、何言ってんの？もう家族じゃないよ、ね。娘ちゃん。うん、あんたが書いてた離婚届、今日お母さんが提出して受理されたよ。スポトポポポン。目ん玉回収中、しばらくお待ちください。あんたが書いてた離婚届？旦那、離婚届まで書いてたの？うん、だから空欄埋めて私が代わりに出してあげたの。ざまー。プラー。ガキは寝ろー。夫が出て行った翌日、娘は浮気者の父を探し出して、また家に戻ってきてもらえるよう説得しようと考えていた。夫の部屋を物色しながら、夫の行く先の何かヒントになるものがないか探していたところ、キーボードマットの下から記入済みの離婚届が出てきたと私にくれた。離婚届の日付を書く欄には令和丸年丸月までが記入されていて、あとは丸日を書くだけの状態になっていた。月は夫が出て行った月だったため、ベレニーチェとの浮気がきっかけで夫が離婚届を書いていたことは間違いない。頃合いを見て私に記入と提出を指示しようとしていたのだろうか。夫を探す気が失せたのはこの離婚届の存在を知ったから。それまで悲しんでいた娘も、夫が離婚届まで準備していたことで、突発的な行動ではなく、夫が数日前から自分たちを捨てる準備をしていたことに、愛想づかし、部屋を漁るのをやめ私に離婚したら？と言ってきた。夫が浮気をして家族を捨ててもなお、夫のことを探そうとするほど、たった一人の父親を諦めきれずに悲しい涙をたくさん流した娘。だからこそ、娘の心が父親から完全に離れた瞬間の反動は凄まじいものがあった。海外だから燃え上がっただけでしょ。日本人の男が物珍しかっただけ。イタリア人と日本人の背の違いが知りたくてベッドに誘っただけ。なのにおっさんに母国までついてこられてベレニーチェさんかわいそすう。Y の父、火遊びにガチになっててくさ。言葉は違うがこんな感じで夫を激しくこき下ろし、夫は絶句。ムチメタングッジョブー。愉快痛快雑つオーライ。ポリスさん、ポリスさーん。おう、なんやねん。そいつの、保護者、私じゃないよ。そいつの、保護者の、電話番号は、080-1234-5678、ね。あと、こっち今、夜中の2時よ。みんな、寝てる、保護者も、寝てる、あと4時間、待って、電話せいや。おう、ごめんやでー。ソーリーソーリー。切るなぁ。ポリスさんが切りました。私と娘は二度寝しました。ポリスさんかわいい。引き分け命死ぬー。ここからは海外の女と駆け落ちしたらどうなるかというシークエル。私がポリスさんに教えた保護者というのは夫の父、つまり岐阜の電話番号。その後、岐阜にもポリスさんから鬼電が行くが、英語で話しかけてくるもんだから、何言ってるかわからんと岐阜はその電話を着去。夫は完全に異国で孤立した。宿も金も旅券もない夫は、ベレニーチェにひざまずき交通費だけでもくれと金をせびると、二度と、ここに、来ないで。日本の、男、しつこいよ。という捨て台詞とともに、2000円ほどのお金を夫に投げつけ去っていったベレニーチェだった。その金でなんとか大使館までたどり着いた夫。しかしここで再び夫を不幸が襲う。なんと、その日は日曜日で大使館は休館。夫は野宿を余儀なくされた。不老者たちに寝床を売っているおじいさんを見かけた夫は、ベレニーチェからもらったお金で段ボールを買って道の端で一夜を明かした。翌朝、ポケットに残っていた1000円ほどの現金すらなくなった夫は、
大使館の開館時間と同時に泣きながら大使館に駆け込み、自分の置かれた状況をべそ書きながら大使館の人に説明。そして再び大使館の人から岐阜の携帯に連絡が行き、夫のパスポート紛失の手続きかなんかで戸籍謄本が必要だから、ファックスを送ってほしいと言われた岐阜もまた、家族を残して女と駆け落ちした男の帰国手続きだー。帰ってくる必要がないだろう。そっちでの垂れ死ね。家畜の餌にでもなってろ。と夫の保護者を危険したが、隣で聞いていた義母が、大使館の人には何の罪もないんだし、私たちの間に挟まれて迷惑を被るから、一旦帰国の手続きだけしてあげましょう。話は帰国後よ。と、電話を代わってクソめんどくさい手続きをやらされる羽目になり、夫の帰りの飛行機のチケットまで取らされるという尻拭いを強いられた。周りに迷惑をかけまくりながらなんとか日本に帰国した夫だったが、空港で待ち構えていた義両親によってその場でボッコボコにされ、そのまま山奥の実家に強制送還された。夫の日本帰国とほぼ同時に私は義実家へ慰謝料請求書内容証明郵便で送付。受け取った夫が逆切れを起こし、山から降りてくると、勝手に離婚届を出しておいて慰謝料だとー。ふざけるのもいい加減にしろよー、藤子藤子。と発狂しながら右手に金槌と左手に催涙スプレーを持って襲来。狂ったように金槌で宿の窓ガラスを外から叩き割り散らかし、たまたま観光から戻ってきた大きな体の外国人宿泊客によって、あっけなく取り押さえられた夫は、そのまま警察に逮捕された。夫には接近禁止命令を申し立て、受理されたことで、夫自ら娘と面会する機会を放棄し、他人以下のダニエとなり下がった挙句、慰謝料と娘の養育費に、宿の窓8箇所の弁償代プラス、損害によって数日間の営業停止を余儀なくされたことに対する保証を支払う羽目に、金髪美女との出会いによって人生が狂い始め、やがて墜落していったうちの元夫のお話でした。最後の襲撃さえなければまだなんとか持ちこたえられたかもな。余計な行動に出ちゃったせいで人生棒に振ったねー。めでたしめでたし。最後の逮捕までが浮気の斧デフォルトだから運命には逆らえないということだよ。義両親も出来の悪い息子のために飛んだ災難だったな。その後、一致と娘は大丈夫なの？民宿も続けられてるのか？元夫はそれ以降、宿にも私たち親子の前にも姿を現してないよ。警察のパトロール、義両親の厳しい監視、現夫による護衛のおかげかな。民宿は今も続けてるよ。娘が高校卒業してからは、主に二人で一緒に宿を切り盛りしてるんだ。平和が戻って幸せに暮らしてるよ。ちょちょちょ、いつの間に再婚したんだ。現夫の護衛？なんだ新しい旦那は空手家かプロレスラーか？元夫が襲撃してきた時に元夫を取り押さえた、当時客として来てた黒人男性が今の旦那よ。元夫とは比べ物にならないくらい頼もしくてかっこいいんだから。ちな娘の彼氏も外国人。ワールドワイドファミリーくさ。今度機会があったら新しい旦那との馴れ初めもすれで語ってくれ。オツでした。金髪美女との危険な恋に本気になり、すべてを捨てて女の母国についていった結果、何もかもを一遍に失った残念すぎる男の顛末でした。帰国予定のある外国人との恋愛ごっこは、あまり本気になりすぎないことです。今回登場した夫は、外国で悲惨な目に遭っていましたが、あなたも海外旅行中に大変なトラブルに見舞われた経験はありますか？ぜひコメント欄にて外国でのヒヤッとしたエピソードを教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。隠れヒヨコミンを探せ。この動画の背景のどこかに、I love ピオが隠れてるっぴ。見つけられたらいいことあるかも、コメント欄で教えてね。